ワンワンってことで皆さんおはようございます。ようやく来ました、土曜日ってことで、サラリーマンにとって一番至福の瞬間だと思いますってことで、今日は J1 リーグ第24節京都サンガ FC とコンサドーレ札幌の試合を見に行きたいと思いますってことで、中断期間明けてからね、内容も結果も全然成長していない、まあ、監督は成長を感じるって言ってるんですけど、見ている側からすると何にも変わってないっていう状況なので、家族4人でちょっとケツを叩きにサンガスタジアムに行きたいかなというふうに思っていますってことで、夜のね7時キックオフなんですが、それまで僕もこれを着て1日一緒に選手と戦っていこうかなというふうに思っている所存であります。で、まあそれまでにね、自分もやらないといけないことたくさん溜まっているので、がっつりやっていきたいと思います。まずは今日のねコンサドーレ札幌戦に向けてのブログを書いて、でもう一つは夏休みの福島旅行動画編集がもうめちゃくちゃ大変なんで、これを今日と明日の2日かけてなんとか形にしたいなというふうに思ってます。今日も1日ずっと作業になりますが、頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、一応テロップ全部入れ終わったんで、こっから次は BGM つけていきます。子供たちがプールしたいらしいんで、プールの用意をします。どう？いい感じ？いい感じ？あ、ごめん。オールバーズ、靴、洗濯機に入れます。こんな感じで紐とインナー外してネットに出て洗濯機かけれます。めっちゃ綺麗になります。はい、ってことで今から料理作っていきます。男のメンズ料理クッキングスクール教室やっていきます。ということで今日は皆さん作ったことない料理やっていきます。スープパスタ、これは皆さん聞いたことも作ったこともないかと思うんですが、この動画見てもらったら誰でも作れるようになります。なので一緒にやってみましょう。レッツゴー。はい、ではまずね、キャベツを切っていきます。やっぱりね、キャベツって食物繊維やし、すごく体にいいんで、必ず皆さんキャベツ入れてください。もうざっくり切ってくれたらもうそれでいいです。もうざっくりでいいんで、切っていきましょう。パスタ3玉入れていきます。で、これ皆さん注意してください。必ず半分に折るね、必ず半分に折ってください。こんな感じ。これ半分に折る理由は結構いろいろあるんですが、まあ諸説あります。半分に折る理由は諸説ですね。こんな感じ。続いてオリーブオイル、これを先に入れます。皆さんここすっごい勘違いする人多いんですけど、オリーブオイルこれ先に入れます。で、先に絡めてください。これ結構皆さんえって思われる人多いでしょ。これ先に絡めます。はい、さっき切ったキャベツこれも全部入れちゃいます。皆さんこれえって思われる人むちゃくちゃ多いんですけど、入れちゃいます。シーチキン入れていきます。これは油をできるだけ取ってねください。余すことなく、余さないように入れてください。塩コショウね少々、こんなもんかな。
で、塩ソルト、こんなもんかな、こんなもんすかね、もうちょっとこんなもん出てるこれ出てるはい、出てます、出てませんでしたね、出てない、はい、出ました、今出ました、はい、で水を 1.2 リットル入れます。はい、そしたらホットクックにセッティングしていきます。そしてメニューを選びます。スーパースタースタート、メニューを選択して決定キーを押してください。はい、後の加熱は任せてね。お願いします。出来上がりです。くー、押してくださいね。見てみましょう。イエーイ、これはめちゃくちゃうまくできてる、過去最高かも。出来上がりました。どうですか皆さん、これめちゃくちゃうまいです。超ヘルシーやし、スープパスタいただきます。では食後のデザート、ゆべし食べます。寂しいです。ってことで、とりあえず動画編集一通りできたんで、サンガスタジオ向かってきます。ってことで、皆さんお疲れ様です。今日勝ちましょうってことで、やりよっす。行こうぜ。居酒屋さんがスタジアム始めます。
勝ち試合見れました。めっちゃ気持ちよかったです。最高の瞬間でした。ありがとうございます。ってことで僕はお酒を飲んでるので嫁大臣に運転してもらってます。はい、ってことで帰ってきました。もうすぐ寝ようと思ってたんですが、サンガの動画はスピードが命なんで、ちょっと編集して YouTube アップロードできるとこだけアップロードします。ってことでこれ飲んでいきます。阿武隈高原の良質なクラフトビール、苦味抑えられたビールです。じゃあこれいきたいと思います。これをともに頑張って動画編集します。あ、色全然濃い。え、色全然濃いやん。ほんまにこれ苦味収まってる。これちょっと飲んでみます。はい、うまい。ホップジャパンめっちゃうまい。全然苦味収まってない。普通に苦い。でもめっちゃうまい。ビール好き絶対好き。これ飲みながら作業していきます。頑張ります。はい、とりあえず2本 YouTube 上げれたんで寝ます。で、ちょっと夜遅くなっちゃったんで明日は5時には起きません。睡眠優先です。よっしゃ、スクワットで足パンパン。はい、カッチお誕生日おめでとう。カッチにプレゼント用意しました。バルネルハーンのステッカーです。感じでお客さん来る前はルンバ君がフル稼働して掃除してくれます。僕はずっと動画編集。マインドセット、キスリンお隣だったら行っていいかな。いいか、いくね。うわ、すごい、連番いいな、いきなり。今日楽しかったな、みんな来てな。ただちょっとはしゃぎすぎて疲れたな。そうやな、食べて寝よ、はよな。はい、ということでいよいよ明日から本格的に夏休みが終わるということで、最後の夜なんで楽しみたいと思います。アサヒビールの花鳥風月っていう初めて見たビールです。これプレミアムビールで、あの東京のおじさんがくれました。めっちゃ嬉しい。このプレゼントは入れてみます。あれ、クラフトビールなんかな、これ。え、ちゃうな、ちゃうちゃう、普通のビールね。スーパードライとコーラ飲んでみます。はい、うまい。美味しい。クラフトビールでした。意外や意外、クラフトの味します。ということで、続きまして福島県田村市のクラフトビール飲んでみたいと思います。これホワイトエールですね。僕の好きな、フルーティーな香りが特徴な淡い麦わら色のビールっていうね。麦わら色、見てみましょう。さあ、麦わら色ってどんな色。あ、こんな色。あ、麦わら色や。ほら見てみーやん、麦わらの色やで。ワンピース見てみ、ワンピース。じゃあちょっと飲んでみます。ホワイトエール。あ、むっちゃフルーティー。めっちゃうまい、うん、このまま持ちながらちょっと飲んでみ。めっちゃフルーティー。晩酌しながらね、僕たちの萩の旅行の YouTube 見ながらスイカビーバー食べてみます。これはレアやで。ではまさかのビーバースイカ味、嫁さんに食べてもらいたいと思います。
スイカ味の揚げあられ。顔を映したい。これみんなに お見せしたい顔、表情してます。スイカや、スイカな。これこれスイカ。これ思った以上にスイカや。嘘、美味しいの。スイカ、スイカや。うわうわ、思った以上にスイカや。ずっとスイカ。うわこれ最後もスイカやな。ずっとスイカ。うわこれ皆さん、揚げあられとスイカを一緒に口の中に入れて味します。全然俺は美味しくないと思う、これ。うわスイカや。はい、ってことで最後まで見ていただいてありがとうございました。無事に夏休みの旅行モザイクなしバージョンを家族と親戚に動画送ることができました。まあ僕の中でこれでようやく夏休みが終わったなというふうに思っております。こっからモザイクを入れて今度 YouTube にアップロードしていかないといけないという作業があるわけなんですけれども、気を引き締めてやっていきたいと思いますので、皆さんこんな感じで YouTube の方を楽しんでもらったらなと思います。ということでまた1週間始まりますが、お互いの場所でお互いでやらないといけないことをしっかり一緒にやっていきましょう。そしてまた土日は思いっきり楽しんで、思いっきり充実させて最高の人生を送っていきましょう。ということで今日も終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価のほどチャンネル登録よろしくお願いします。